い、どうも、じゅんです。今回はですね、ユニクロ U2022 春夏コレクションのこのテーラードジャケットを使った8コーデご紹介したいと思います。今年はですね、もう個人的にテーラードジャケットヘビロテしていきたいなと、カジュアルがトレンドかもしれんけど、もうこのテーラードジャケット大人っぽいしかっこいいやん。やっぱさ、ホストの方が着るのって何？テーラードジャケットやないですか。なぜなら、かっこいいから格式やっぱ上がるよね。カジュアルじゃなくてドレッシーな感じ。すごくそのかしこまったと言いますか、大人めな感じしますやんか。やっぱもう30代のおっさんなんで、テーラードジャケットぐらいは羽織っていきたいなと思っておりまして。で、こちらですね、ユニクロ U のやつ、なんと7990円で買えちゃうわけよね。ルメールさんが、世界トップクラスのクリストフ・ルメールさんのチームがデザインしたものということで、もう最高なシルエットなんですよね。ここスリットとかはございません。し、あとこちらね、ボタンとかもついてないんで、すごいカジュアルに着用できるパッチポケットになってるし、あと胸のところね、ポケットついてございます。カラーは3色で、ブラックとこのダークグレーと、あとカーキーカラーあるんだけど、このね、ダークグレーを使った着こなしいこうかなと思ってます。これダークグレーなんだけど、ダークグリーンのこの色味がね、最高なわけなんですよね。こちらですね、シルエット的にはボックスのこのシルエットシェイプとかかかってなくて、で、着たも結構長め、お尻すっぽり隠してくるということで、体型を隠してくれるわけなんでね、細身のパンツでもワイドめのパンツでも結構いけるのかなと。もう裏技先に紹介していいですか。ユニクロ U のボトムスであればほぼ大抵何でも合います。もうこれはね、もう真理と言いますか、もう事実なんですよね。だってさ、クリストフ・ルメールさんのチームがもうトータルコーディネートで考えてはるから、もう他のボトムスとかとも相性すごくいいわけで、他のボトムスも結局ね、なんかスラックスみたいな形になってるんで、こういうジャケットとの相性が抜群にいいんだよね。例えばデニムとかも発売してんだけど、スラックスの形してて、しかも色落ちも程よい感じ、加工しすぎてない感じとかもすごくいいわけ。今回ですね、クライミングショーツとかも発売したんだけど、それとも相性がいい。もうやばすぎるやんか。ボタン3つあるんだけど、上2つ閉めてやってもいいし、前開けてもいいし。で、さらにこちらね、襟の裏側にボタンがこちら隠れてあるんで、ここ前をさらに閉めることもできるわけなんだよね。こういう着こなしもすごいやん。もう絶対どこのブランドのかわからへん。でですね、コーディネートの仕方なんだけど、これどうやってコーディネートしたらいいんと、初心者の方はびっくりするかと思うんだけど、こちらですね、3つのルールを守れば、もうどなたでもいけるんちゃうかなと、ユニクロ以外の服でもいけるんちゃうかなと思っております。僕はですね、これまでもう100万回ぐらい言ってることなんですけども、このルールに従いながらコーディネート、行ってみましょう。ルール一つ目、セットアップで着用したらかっこいいですよということで、こちらのジャケット、もちろんですね、セットアップで着用できるボトムスが4000円ぐらいで売っております。同じ色のパンツを買ってやってですね、セットアップできたらもうバチバチおしゃれだよね。え、ザラの店員さんみたいなね、すごくおしゃれなコーディネートができます。これでさ、なんかのバリバリにシャツとかネクタイしてやると、ちょっとフォーマルすぎるというかドレッシーすぎるんで、 T シャツ、クルーネックの T シャツとか、まあ、V ネックの T シャツでもいいし、結構ラフにしてやるのがいいかなみたいな。さらにですね、スニーカーとか合わせてやるとめちゃくちゃバランスいいのかなと、決めすぎてない感じ、カジュアルとドレッシーのバランスがね、すごくいいバランスなんかなと思います。夏とかであればもう裸足にニットスニーカーとかサンダルとかラフな格好でも結構合うんかなと思います。二つ目のルールなんですけど、白黒で合わせてやってください。こちらですね、着てるジャケット自体が、まあ、ダークグレーということで、無彩色に近いけど、ちょっとグリーンが入ってるって感じなんだけど、もう基本ね、白黒で合わせてやったらね、万人受け必至、失敗することはね、かなり少ないかなと思います。例えばですね、ユニクロ U の去年発売されたショートパンツと合わせるときに、黒のボトムスに黒の T シャツ持ってくるみたいなね、こういうコーディネートもありではないでしょうか。涼しげな感じ、ちょっとカジュアルになりすぎるなと思ったら革靴と合わせてやってもいいかもしれないですよね。で、夏がさ、ちょっと暑いな思った時ね、袖をさ折ってやってもすごくね、涼しげな感じでかっこよくないですか。裏地とかはね、こちらついておりません。麻とかも入ってるんで、結構涼しげに着用できるのかなと思います。袖はね、そこまでワイドじゃないんだよね、これね。めちゃくちゃ上級者の方はなんかこれにさ、スカーフとかネックレスとか合わせてやってもいいかなと思います。個人的にアクセサリー基本つけないんで、めっちゃシンプルな格好になっちゃうんだけどね、いつも。こちらですね、白のボトムスに黒の T シャツ合わせております。こんなシンプルなコーディネートでも結構いけま
ますやんね。今回めちゃくちゃ人気があったベイカーパンツ、白のボトムスと合わせてやってもまあ間違いないのかな。続いて白のボトムスに白の T シャツ合わせてみました。これはこれで爽やかな感じでええですやんね。これジャケットを羽織ることによってカジュアルとドレッシーのちょうどええバランスになるわけなんですよね。夏はねこれで大人カジュアルええんやないでしょうか。これでさデート行っても違和感はそないないよね。そしてですね、三つ目のルールなんですけど、同色系のコーディネート。結構ね、ダークグリーン寄りのカラーなので、オリーブカラーだとか、あとベージュだとか、チノパンだとか、まあ、色味近いものと合わせてやるとですね、全体的にまとまりがあんのかなと思います。まあ、ぶっちゃけ、そのファッションって自由なんで、もう好きなもん着りゃいいと思うんだけど、まあね、ユニクロ U のものとユニクロ U のものはね、かなり相性がいいかなと思いますんで、ちょっとお店でね、試着してみるのが、かなりおすすめでございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとでもね参考になったよという方は高評価、チャンネル登録、通知音、さらにインスタのフォローもよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。